石川県の能登半島は祭りの宝庫であり、さまざまな祭りが行われております。数ある能登の祭りの中で代表ともいえる切子祭りは、夏から秋にかけて各地域で優勢に行われております。切子祭りの歴史は江戸時代に遡り、時とともに海、山を伝い、能登一円に広く伝播されました。地域ごとに趣向やしきたりが受け継がれ、平成27年4月、日本遺産として赤城半島能登熱狂の切子祭りが認定されました。それでは上出町内青年団団長、大寺町内青年団団長、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。こんぴら町青年団団長堤と、上台町内会青年団団長宮坂でございます。私たちは石川県能登半島は穴水町よりやってまいりました。今日は穴水の切子祭りをここ東京ドームに持ち込んでまいりました。切子はもともとはおみこし様の案内役として、使っておりましたあんどん、それを大型化して祭りの主役と今はなっております。切子は団長のもと太鼓半鐘笛の下で統制されて動きます。宮坂安西の掛け声とともにですね、若者が、今日は若者でない方も少し混じってますけど、切子をですね、一心に担ぎ上げまして町内をにぎやき盛り上げてまいります。今日はこの切子祭りを見ていただきまして、ご来場の皆様にも、ああすごいな、また能登半島穴水町へぜひ行ってみたいなという思いになっていただければ幸いです。それでは担ぎ手一同心を一つにして頑張りますので、皆様どうぞ切子をご堪能くださいませ。さあ担ぎ手のみんな頑張るぞ。さてやっせい、
して切子祭りが始まります。本日ご覧いただきました大町川島祭りは9月第2土曜日に穴水町沖並地区の沖並大漁祭りは8月14日15日に開催いたします。詳細日程は能登の切子祭りホームページをご覧ください。皆様、今年の夏はぜひ能登にお越しください。能登穴水切子祭りの皆様でした。ありがとうございました。